ブラボーはいということで、えー、今回は、えー、東海遠征ということでちょっとお休み仕事の休みが2日間あったんでちょっとねあのー、関東のサーキットももちろん走りたいんですけどちょっとやっぱコースのスケジュールがあるんでちょっと合わなくて、えー、東海遠征ということでまた今年もやってまいりました。 えっと、前回、つくでとみ浜走ったんですけど、今回はつくでとスパニシュ行こうかなと思って。で、また年明けにもまた遠征して、コ、えー、高田とみ浜も走りに行こうかなみたいな感じで思ってるんで、えー、今回はね、とりあえずつくで。で、つくでは多分1月とかになると凍結とかもあるんで、今回まあ12月に来たっていうのもあります。はい。 ということで、まあ、つくでは去年、まあ、今年になるのか、年明けなんで、一応走ってるんですけど、えーまあ、ハーフウェット、雪が降ってて、でエンカル、まあ、巻いてあったんで、ちょっとね、グリップしない状況であの走って30秒後半だったんで、まあ、今回は28秒前半、まあ、27は多分入んないと思うんですけど、28前半ぐらい。 ちょっと狙っていきたいなみたいなね、感じで思ってます。はい。で、今8時ぐらいなんですけど、誰もいないです。貸し切りです。えー、横浜からね、まあ、3時半ぐらいに出たかな。で、まあ、7時前、ちょい前ぐらいに着いたんで、まあ、3時間半ぐらいかね、で着いちゃうんで、はい。まあ、全然射程圏内ですね。はい。てな感じで、 えー、つくでってねあの1枠50分もあるんでで050ねあのもう多分す、まあ、ミニコースだから3回ぐらいはアタックしちゃっていいと思うんだけど普通のコースでもう2回ぐらいアタックしたらもう垂れちゃうんででも消耗がね著しく減りますんであの大きいコースはもう僕2回って決めてるんでアタックをのつくでなんで、まあ、3回、えーまあ、4回はどうかな っていう感じだと思うんですけどうーんと多分あとリアの温まりがフロントに追いつかないと思うんでフロントおいしいとこ来てもリアがまだちょっと来てないかなっていうタイミングになるんじゃないかなとは思うんでちょっとそこのおいしいところスイートスポットっうのをちょっと標準に当ててあと走り方はねもうミニサーキットでまあ 課題も少ないんで、大きいコースみたいに何個もコース覚えるところはないんで、で、うん、そうだね。まあ、1コーナー、2コーナーっていうのかな、そこはもう3足で、トップターンの方までずっと3足で、今回軽量化もして050も入ってるんで、3足でいけるんじゃないかなという感じです。うん、まあ e、EJ、ま、の、あ、強みというか、 うん、4000手前ぐらいからブーストかかりますんであのインターセプトがねオーバーシュートをかけて加速した方が僕は早いと思ってるんで2速で上で引っ張っても正直もう惰性でエンジン回ってるだけっていうのとあと、まあ、エンジンに良くないんで消耗がやっぱり激しいんであんまり7000回転以上は最近もう使ってないんで。 まあそんなところで、まあギアは3速オール3速っていうのもちょっと考えたんだけど、トップターンからの、まああの辺の脱出がちょっとかったるいんで、まあなし、それはないかなっていう。うん、前半セクションだけ3っていう感じですかね。えーてな感じで、ちょっと走っていきたいと思います。はい。あとは、まあ特に何も変わってないしね。うん。 まあ去,年、まあ、去年は本当比べられるような走りをしてないんで、まあ、ドライで初なんで、まあまあ、まあ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 みたいな感じでちょっと走っていきますで50分なんで多分もう10分ぐらい走って1回タイヤ冷ましてちょっと落ち着いて考えてまた走るみたいな感じになるんじゃないかなと思いますはい。 ちょっと10分ぐらい走って、まあ、34回ぐらいはアタックしたんですけど、まあ、タイムはね28秒6で、まあ、28は入ってるんですけどまだこんなんじゃ満足できないぞということでうん前半は入れたいんでまあ多分1コーナーが多分まだまだ 詰めれるのと2コーナーまでがだいぶまだ余ってるかなと。で2コーナーの立ち上がり3足がねなんか微妙そうなんでちょっと2足次使ってみようかなっていう感じ。 で、トップターンが、やっぱり上りからの下りになるんで、一気にリアの荷重が抜けるので、うん、リアに荷重がって乗せないと加速できない感じ。なんで、うん。結構むずいね。 やっぱウェットで走った時より全然違うわ。難しいね、トライだと。 速3コーナー2か3か迷うねどっちがいいんだろうなあとやっぱりリアの温まりがついてこないんでフロント がちょうど良くなってもリアがついてきてないんで難しいねえ伸、ー、びの減衰をねちょっと緩めて走ったらまあ まあまあいい気はするんだけどうん。 結局最後ね、もう一回アタックして、えー、結局、伸びず、28秒6。28秒6はね、毎回入るんだけどね、アタックすると。結構。狙うと、だ、ま、い、あ、大体、その28秒6とか、28秒7、28秒9、28秒6、28秒3。 っていうまあコンスタントにアタックすれば28秒台は入ってるんだけどあともう一押しのところがちょっといかないあーちょっとねやっぱギアがねレブ 2, 2コーナーから3コーナーがやっぱ2足だとレブっちゃうしみたいなそこの迷いがすごくあるんで うーんそこが難しいね。あとトップターンがやっぱりオーバーが出てしまうんで、どうしても踏めなくて、難しいね。もうちょっと多分、落ち着いて運転すればいいんだろうけど、あと多分、ブレーキの、の各ヘア,ヘアピンていうか各コーナーでブレーキの残しがちょっと甘くて、ちょっとフロント価値を足りなくてアンダーも出てる感じもしたんで、 で、28秒前半をちょっと狙いに来てたんで、ちょっとね、このタイムだと悔しいなーっていうのがすごいあって、うーん、もう一回走ろうかなとかも思ったんだけど、一回もこうなっちゃうとね、一回やっぱ車載映像とか見て、あのー、やっぱりちょっと復讐っていうか、 見て、やっぱ客観的に自分の運転見ないと、なかなかね、その場でね、あ、これ間違ってるなとかっていうのね、結構ね、難しいんだよね。あの、あ、これ違うなってわかる、走っててわかるサーキットも結構あるんだけど、結構ね、あの、頑固になっちゃうんで、運転が。とりあえず、今回はもう、1本だけだけど、まあ、50分枠だからね、ま、あ1回休憩挟んでって感じだから、まあ、あ 三、三回分走ったと思えば、ちょっと伸びず。タイヤもちょっとね、もったいないんで。<laughs> はい。という感じで。ちょっとね、まあ一応、あのー、VAB レコードっていうことではあるんですけど、多分ね、このタイムだとね、抜かされちゃうような感じがするタイムなんで、もうちょっとね、もうちょっと出しておきたかったなっていうのはあるんですけど、 多分もう今シーズン走りには来ないとは思うんで、うん、もうちょっと出しておきたかったな的なのはあるけど、まあ、ちょっとこんなもんで、はい。結構やっぱね、リアが冷えなくてオーバー出るシーンとか、ありましたね。最終コーナーもなんかちょっと跳ねちゃって難しいし。はい、こんな感じです。 はい、以上です。明日はスパニ週ュ行きます、えー。タイヤの減り具合ですね。こっちが左前、こっちが運転席右側、前で。右後ろ、左後ろ。一応ね、左、右後ろと左前はローテーションしたんで、あの、左の前。 筑波でもう激減りしちゃって左の前だけ溝なくなっちゃったんでそれを右後ろにしてバリ溝を左前に持ってったら今ちょうどちょうど均等ぐらいだね多分減り具合が均等な減り方してます右前が一番お疲れかなそう考えるとまあでもこれでなんとかねバランスよくなったんでなんとかまだ 持ってくれるんじゃなないかなとあとねこれでね、えー、4本ぐらいは走りたい4本は走りたいんでちょっとまだ TC2000 が4本目最後に待ってるんで <laughs> はいでもう一発の時に新品を下ろしたいんですけどとりあえずもうちょっと頑張ってもらう、まあ、1本走っただけだからね多分ちょっと減ったと思うんだけどなるべく減らさないようにしてます でね、どのタイミングかわかんないんだけど結構縁石乗ったからねちょっと暴れて跳ねちゃったりとかしてあの自分で FRP で固めたところまたね開いちゃったんで近藤さん近藤さんパカンしちゃったんでちょっとまたね <laughs> FRP で固めなきゃいけないんですけどはい近藤さん痛々しいすいません 今ちょっとね、カすとったんですけど、こんな感じで、まあまあまあ、まだ残ってる。半分、6, 6割ぐらいは残ってるかな、まだ、6割ぐらいかな。うん。ちょっとね、やっぱ下手くその減り方です、こう斜めに、アンダーの減り方ですね、これ。